こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、前回募集させていただいた IT エンジニアを再度募集したいと思います。第2期募集ということですね。今回はですね、国の事業もちょっと絡んでいるんですけども、基本的には IT エンジニア募集といっても、専門的な知識とかをすぐに必要とするものではありません。ただ専門的知識は必ず必要になってきますので、身につけていただきたいなというところがあるんですよね。現時点では何もなくても大丈夫です。ただしですね、仕事を出す会社、最初は私の会社から出しますけども、成果物が曖昧だと、それはね、さすがにギャラが払えないってことになりますので、一定のレベルでね、IT のスキルをつけていただきたいんですよ。そして今回はですね、こういうふうな試みをしようと思います。 IT の専門技術に関しましては、私の方ではね、ちょっとね、教育はできないんですけども、他の会社、関連会社からの教育を受けていただくようになります。もちろんこれね、人が動くことでもありますし、教育事業をやってる会社なんで、そこの会社には無料で頼めることではありません。ですけど、これはね、完全後払いです。どういう形になるかと言いますと、将来的に、近い将来ですよね、今年以内に私の会社、もしくは私の関連会社から、IT エンジニアさんに仕事を発注します。で、そこのギャラが支払われます。国のお金もそこに入ります。ですんで、最終的には1時間だいたい4000ぐらいの時給を取っていただきたいんですよね。1時間4000です。でも最初はそこまでのギャラは取れないし、そこまでのものはお願いできないんですよね。ですんで、事前にですね、教育を受けていただいて、でその教育レベルに応じてだんだん時給が上がっていくという仕組みです。ただしですね、これうちの方から成果物に対してギャラが払われない場合とか、仕事がそもそもない場合っていうのは、教育を受けて専門知識を身につけても、そこの教育機関にお金を払う必要はありません。あくまでも後払いと言いますかね、着金したらそのお金の中から教育代を後払いしていただければいいですよっていう形にさせていただきます。そして最初は事前教育とか事前サポートっていうのがある状態なんで、弊社の方からね、私の会社もしくは関連会社からお支払いした入金されたお金のうちから後払いの金額をいくつかね、払っていただくようになります。でも徐々にその割合を減らしていって、最終的には一人でできるようになったら、サポートなしで弊社からお支払いした金額を全部受け取ってもらいたいと。それをね、今年中にコンプリートしていただければいいんじゃないかなと思います。もちろんね、サポートがないと不安だとか、教育を受け続けないと不安だっていう方は、その教育をずっと受け続けてもいいです。その代わり、その教育機関の報酬っていうのは払ってあげてくださいね。さすがに払わないっていうことだと、うちからもお仕事が出せませんので、その辺はビジネスの信頼関係をしっかりと保っていただきたいと思います。いかがですかね。こういった IT 専門家の募集にちょっと話を詳しく聞いてみたいっていう方がいらっしゃいましたら、そしてね、今私がお話した約束を守れるって方、後払いはちゃんと払いますよと、自分でギャラを取って、それでもうね、払いの方はいろいろごねて払わないみたいなことをね、しないよっていうふうにちゃんと誓える方は、この形で参加していただこうと思います。教育にはものすごくコストがかかります。経費がかかります。そして人もかかりますし、教育できるまでのレベルまでにかなりね、費用をかけてなってるんですよ。で、そして私ももう善意を持って発注しますんで、例えばね、極端な話、成果物がいまいちうちの会社に納品されても手直ししないといけないようなレベルであっても、とりあえずは受け取ろうと思います。で、ギャラを満額お支払いしようかと思います。で、お支払いするギャラの中から教育費を、最初は高いって感じるかもしれませんけど、お支払いいただいてね、で、きちんとね、例えば月間で20万なり30万なりみたいな形の報酬は残るようにしていこうと思うんですよ。これいかがですかね。だから自分のことが IT の専門家として育ちながら、自分にも例えば一定の額ね、それこそね、5万とか10万みたいなギャラ残しとかしませんからね。で、どんなに悪くても20万円以上は残るように形を作ろうと思いますので、もちろんそれに応じたやっぱ労働時間というのは必要になってきますけどね。ただね、そう、目安で言うと、スタートラインで完全在宅で1時間1000円ぐらいの目安だと思っていただければいいと思います。そして2ヶ月目とかにはその1000円が1200円とか1500円に上がるように、だんだんサポートがいらない形になっていただいてね、そしてうちから発注する成果物の精度も少しずつ上げさせてもらいますので、それで力をつけながら
お金を稼げる力をつけていただいて、そして最終的には理想的にはね、2022年の1月頃にはもううちの発注がなくてもいろんな会社のね IT のサポートができて、しかも時給は1時間4000円程度をもうねずっと受け取っていただくような、そんな形になっていければいいなと思ってます。もちろんね、やる途中でちょっとこれ苦手だなと思ったらドロップアウトも OK です。そこは無理強いしませんので、やってる途中でちょっと難しいなとか時間の確保できないなとか当面もちょっとなかなか難しいですって方はご相談いただければ、そこで、ちょっとね、終わりっていうこともありえます。まあ、その辺もね、Zoom の会議でみんなでね話し合えればいいかなと思ってます。これは信頼関係が一番最初に来るビジネスですんで、自分勝手な人はいないという前提で私もねこのお話を速稼塾の塾生さんにお伝えしております。で、ゆくゆくは速稼塾の枠を外して多くの方にIT 専門家としてね、例えばサービス業の方とか旅行関係の方とかドライバーをされている方がね、 IT の専門家として40過ぎでも50過ぎでも60過ぎでも半年ぐらいで自力で1時間4000円ぐらいの報酬をいろんな企業からね喜ばれながら仕事をいただけるような形に育っていただきたいし、そのために私たちも、いろいろね体験させてもらいたいし、そういう姿を見たいなと思っております。ちょっとね、私ねおせっかい心かね皆さんに在宅で自由な収入とそれから時間を手に入れたいって思いがあったんですけども、今回の国の事業にしっかりとね組ましていただいて、もう実はこれ第1期の募集で一定の成果を収めてますんで、かなり自信を持ってね皆さんにも提案してるんですね。前回は締め切りがものすごく早かったんで、あのあとねもう募集ないんですかってお問い合わせもいただきましたけども、おかげさまで募集がねこんなに早くチャンスが訪れました。ぜひね我こそはと思う方は、申し込みフォームを作っておきますので、そちらの方からねお申し込みいただきたいと思います。基本的には速稼塾の塾生さんに限らせていただきますので、知り合いにやりたい人がいるんだけどとかね、うちの家族でやりたい人がいるんだけどっていうのはちょっとご遠慮いただきたいと思います。どうしてもそれをお考えでしたら申し訳ないんですけども、速稼塾に入った上でということになります。まあですんでね、最初はねもう速稼塾としての関わりがそこそこある方、もうね速稼塾や久保哲郎を信頼してくださる方に一番最初にこの仕事をやっていただきたいと思います。ね、まあそれズームでお話しましょう。あとはね、じゃあ申し込みフォームによろしかったらねお申し込みお願いします。一応締め切りはね設けさせていただきます。6月26日にこの募集は一旦締め切ります。ただね、募集自体は今回は、まあ、3ヶ月ぐらいしようと思いますので、第1次の締め切りです。もしいっぱいになったら第2次の締め切り以降はないと思ってください。申し訳ないですけども様子を見ながらやってるところもありますので、みんながみんなね募集定員にかかるかどうか分かりませんけども、ただね来ていただいた方は真っ白のスキルであっても半年後にはもう IT のねプロフェッショナル、どこの会社も雇ってもらえるようなね、そんな在宅ワーカーにしていただこう、させていただこうかと思いますんで、自信を持って飛び込んできてください。これをね最後のチャンスと思ってやってください。もうこれはね投資でもないし妙なビジネスをやるって話も何でもないです。 IT のスキルを手に入れてですね、いろんなインターネットのスキルが人に指導できるようなコンサルティングができるようになるという話でございます。まあ分かりやすく言うと私の同じレベルのことができますよってことです。ですから報酬が取れないわけないと思ってください。それでは本日は以上です。フォームの方下の方につけておきますのでよろしくお願いします。